この戸塚校長が開校したヨットスクールで3人の子供が死に2人が行方不明となり、当時の雑誌やテレビなどでも教育論争が巻き起こりました。今回は今も裁判が続いているこの悲劇の舞台となった戸塚ヨットスクールの誕生から崩壊までの7年間を振り返ります。まずはこちらをご覧ください。昭和58年6月13日名古屋駅のプラットホームに土星が飛び交った。それは登校拒否や家庭内暴力に悩む親たちの救いの神と言われた男の逮捕の瞬間だった。スパルタ教育を標榜したそのヨットスクールは3人の子供たちが命を落とし2人の行方不明者を出していた。しかし入校の申し込みは絶えることはなかった。校長はヨットマン戸塚博。彼はなぜ社会に対して牙を剥き続けたのか。子供たちを待ち受けたのは命を飲み込もうとする海とそれまで味わったことのない凄まじいしごきであった。ある者はそれを教育と言い、ある者は暴力に過ぎないと言った。体罰は最初からありました。それまあそれが取り柄ですよ、あのヨットスクールの。子供たちの暴走を止めるための絶対的な力、その力がいくつもの悲劇を招く。なぜ親たちは無責任子捨てというそしりを覚悟で我が子を戸塚ヨットスクールに託さねばならなかったのか。今思うとおかしいかもしれませんけど、やっぱ当時は息子と二人で命がけと思いました。片方が死んだら私も死ぬという。体罰か教育かをめぐってマスコミは真っ二つに分かれ、激しい報道合戦が繰り広げられた。そこに資格はなかったのか。一般的にマスコミと世間的に言うのは、体質から言いますとね、戸塚の時も今も変わってない。ことの本質と離れたところでね、大騒ぎをして、大騒ぎがまた次の大騒ぎをするところへ移っていくと。これは戸塚ヨットスクールの誕生から崩壊への7年、暴力と罵声、悲鳴の中で培われた愛と憎しみの記録である。今夜はその過激なスパルタ訓練で社会問題とまでになりました、戸塚ヨットスクールで一体何が行われていたのか、さまざまな角度からご紹介してまいりたいと思います。今日の物語を一緒にご覧いただくゲストの方々をご紹介します。はい、まずは加藤和子さんです。よろしくお願いします。そして鳥越俊太郎さんです。よろしくお願いします。鳥越さんは当時記者でいらっしゃいましたよね。そうです。どんな印象を持ちになりますか。まずいろんな人が、子供たちが死んじゃいましたよね。でその問題と、それから子どもの持ってる情緒障害の問題、つまりね、この問題には入り口の問題と出口の問題があって、出口の問題はすごく大きな問題になってるけど、その入り口の問題がやっぱりずっとこれは残っていくだろうなと、これがあまりそっちの方が重要かもしれないなと僕は当時は思ってました、ね。なるほど。加藤さんはいかがですか。当時どうお考えになりました。その当時は私独身ですし、子供もおりませんから、映った映像を見ながらそういうところに入れてしまう親の気持ちが分かりませんでしたけど、でも今実際問題、自分にも子供ができてくると、やはり登校拒否とか子供の気持ちがいろいろなことありますよね。悩んだんだろうなというふうには思います。でも当時は全然そういうふうには思いませんでした。さあ、それではその戸塚ヨットスクールで何が行われていたのか、早速 VTR をご覧いただきます。1970年代初頭、少年たちの心に異変が生じていた。大人たちはそんな彼らを前になすすべがなかった。行き場をなくした子どもたちはやがて学校を休むようになる。親たちはうろたえ、誰かにすがろうとした。登校拒否児童は全国で約1万人に達していた。
愛知県知多郡美浜町。この静かな海辺の町にヨットスクールがやってきたのは昭和51年の秋のことだった。外洋ヨットの第一人者戸塚博が美浜を本拠地に静岡から沖縄に数校の日曜ヨットスクールを開校したのである。基本目的はヨットを通じて強い子を作ること。人間教育の場、初めはそれ以上でもそれ以下でもなかった。ある時戸塚のもとに一通の手紙が届く。あの子は実は登校拒否児でした。それがスクールで訓練を受けるようになって黙っていても学校へ行くようになりました。感謝の手紙だった。名古屋の学校の子供の中に一人その登校拒否が混じっとったという、それがヨットスクール何日だったかな、2日か3日ぐらいなことでしょ。その当時としてはおそらく同日ぐらいだと思うんですけど、そのヨットスクールの訓練を受けただけで学校に行き出したという話は一番最初に聞いたですよね、校長の口から。その頃の戸塚は登校拒否という言葉さえ知らなかったという。だがこの手紙を手にした時から彼の人生は変わった。新聞の片隅にこんな小さな記事が載ったのはそれからすぐのことだった。情緒障害児のヨット療法に取り組む戸塚博。翌日スクールは電話の応対に追われることになる。内容を詳しく教えてほしい、入校の問い合わせだった。昭和52年7月、戸塚は親たちの要望に応えるかのように特別合宿コースを設ける。で、対象にしたのはやっぱり登校拒否の子どもたち、入校希望が多かったのは小学生だったと思いますよね。だから小学生を中心に合宿も組んどったと思うんですけどね。ヨットスクールに連れてこられた訓練生の起床は午前6時。素早く自分の寝袋を畳み点呼を受ける。その後は近くの浜をランニング、そしてここからスパルタ教育を標榜する戸塚ヨットスクールの本当の訓練が始まる。腕立て、背筋、腹筋運動。家に閉じこもりがちだった少年たちはそれまで味わったことのない仕事を課せられた。一瞬でも気を抜けばコーチの足蹴りと鉄拳が飛んだ。地獄の特訓が終わると一人用ヨットの訓練に移る。戸塚は一通り操縦法を教えると有無を言わせずヨットに乗せ海に出した。初めてのヨットである。子供たちは次々と海に放り出される。そしてヨットに這い上がろうとする子供たちは再び海に突き落とされた。ヨットに乗ることに対しての恐怖心の方が強かったですよね、やっぱり、夏場はそんなでもないですけど、やっぱり冬は風が強いし海冷たいし、あそこでやるヨットは、ただ漠然とヨットっていうだけのものでは言えない何かがあるっていうか。戸塚は言う。子供たちは海に出て初めていかに自分が甘やかされていたかを知る。何とかしようともがくことが精神力を強くするのだと。死と背中合わせの経験を子供に積ませる。それが戸塚のやり方だった。